志位和夫委員長を先頭に、日本共産党の国会議員団と、そして日本民主青年同盟の皆さんも一緒に、この場で救援募金のお願いをいたします。ぜひ全額被災地に届けてまいりますので、救援募金のにご協力をお願いを申し上げます。まずじゃあ最初に、若い世代から、救援募金の訴えをしてもらいます。日本民主青年同盟、小山実委員長お願いいたします。皆さんこんにちは、民政同盟の小山と申します。九州地方など各地の豪雨災害の救援のための募金を心からお願いします。被災地の方々は不安な思いで日々を過ごしています。皆さんからの募金が被災した方々への支えになります。ぜひご協力いただきたいと思います。被災地では新型コロナによる打撃の上に水害が襲いかかっています。複合災害だと思います。コロナの影響で多くの青年労働者が仕事がなくなったり収入が減ったりして生活できない、学生もアルバイトができなくなり学費や生活費が賄えない、そうした困難の上に今度の水害です。現地の青年に聞きますと、コロナで実家の収入が減った学生が多い、そんな中で被災して学業を諦める学生が出るのではないかと本当に心配だと語っています。コロナ危機の下で何とか頑張っている青年が豪雨災害によって心が折れることがないよう全力で支援することが必要です。私は今こそ政治が役割を果たす時だと考えています。感染症が広がる、地震や豪雨が起こる、個人の努力ではどうしようもない災害に直面したときに、あなたの暮らしを政府が責任を持って守りますと力強く支える政治が必要です。ところが今の政治は身を守るのは自己責任と言ってその役割を投げ捨てています。こんな政治を続けていて良いのでしょうか。私は訴えたいと思います。豪雨災害、そしてコロナ危機から青年と国民を守るためにみんなで力を合わせよう。自己責任を押し付ける社会を変え、命と暮らしを守る新しい政治を作るためにみんなで力を合わせよう。自己責任ではなく連帯の社会へ、命と暮らしを守る政治の実現を、その思いも込めてぜひ募金をお寄せください。ご協力を重ねてお願いして私の訴えを終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。中青年同盟の小山実委員長から募金の訴えを行いました。今新宿駅西口、志位和夫、日本共産党の志位和夫委員長を先頭に、皆さんに豪雨災害に対する救援募金へのご協力をお願いをしております。全額被災地に届けてい、きますので、ぜひ救援募金にご協力くださいますように心からご協力お願い申し上げます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。日本共産党です。今日は日本共産、ありがとうございます。どうもありがとうございます。日本共産党の志位和夫委員長を先頭に、救援募金、豪雨災害への救援募金へのご協力をこの場でお願いをしております。全額被災地にお届けしますので、どうか救援募金にご協力くださいますよう心からお願いを申し上げます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。続いて若い世代から日本民主青年同盟の中山歩副委員長から救援募金の訴えを行います。ご通行中の皆さんこんにちは、民政副委員長の中山と申します。梅雨前線の豪雨災害で九州各地、長野、岐阜で大きな被害がありました。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
被害に遭われた方々へのありがとうございます。救援募金にご協力をお願いします。今回の災害は新型コロナウイルスの影響で国民みんなが生活やなりわいへの不安や苦労を抱えている最中に襲いかかりました。新型コロナウイルスの影響は青年の中にも切実に現れています。バイト収入がないのでご飯は1日1回にしている、体調を崩したらコロナかもしれないという理由でバイトをクビになった、内定を取り消された、実家の収入が減ってこのままでは学費が払えない、これはごく一部の声です。コロナ危機で青年は今日明日を生きることさえ困難な状況に置かれていました。そこに襲いかかった今回の災害です。今必要なことは不安と孤独の中にある被害に遭った方々を一人ぼっちにせず連帯することです。そしてどんな時も個人の尊厳と命を守る政治に私たちが変えていくことです。蓄えを切り崩してきた青年がこの水害を乗り越えられるでしょうか。コロナ感染の心配なく過ごせる避難所になっているでしょうか。経済的にも安全面でも速やかに政府は対策を取って現地への支援を行っていけるよう私たちも力を尽くしていきたいと思います。民生同盟はこれからも被災者の実態や要望を踏まえて支援活動に取り組んでいきます。災害が多発する日本で誰もが被災者になり得ます。誰一人取り残さない社会を一緒に作っていきましょう。ありがとうございました。続いて伊藤岳参議院議員から救援募金へのご協力の訴えを行います。新宿駅をご利用の皆さん、こんにちは。日本共産党でございます。私、日本共産党参議院議員、埼玉選出の伊藤岳でございます。今日、志位和夫委員長を先頭に、今日日本共産党この場所で豪雨災害の救援募金のお願いにお邪魔をさせていただきました。お預かりしました募金、責任を持って現地に届けてまいります。どうかたくさんの皆さんの募金へのご協力をよろしくお願い申し上げます。大分の親戚に昨日電話をいたしました。家の手前3メートルまで川の水が迫ってきて夜も寝られなかった、2日間寝られない夜が続いた、こういうふうに言っておられました。自然災害とはいえ今回の豪雨災害、大きな被害を九州はじめとして全国各地にもたらそうとしています。皆さん、コロナの問題で私たち日本共産党国会論戦を戦ってきましたが、埼玉県の自営業の方々、中小の事業者の方々、大体年間の営業所得300万円以下という方が半分占めるんですよ。これ月に直すと4人家族で17万ぐらいで過ごさなきゃいけないということになります。ですからコロナで売り上げが落ちたら固定費、家賃など蓄えないですから払えないという事態になってしまう。豪雨災害で仕事に行けない、収入が断たれるということになったら同じく生きていけない、こういうふうになっていくのが今の日本社会の現実ではないでしょうか。まずは皆さん、国民の協力で苦しんでいる被災者の方々に募金を届けようじゃありませんか。そして私たち、コロナで大きな体験をしました。ことが起きたときに生きていけない、やっていけない、今の政治社会の在り方の大転換が求められていると思います。皆さんご一緒に、災害に強い日本、ことがあったときに生きて乗り越えられる日本、ご一緒に作っていこうじゃありませんか。以上、私伊藤岳からのお願いです。よろしくお願いします。豪雨災害では九州だけでなく長野や岐阜など日本中に被害が広がっております。
コロナの被害に加えて豪雨災害ということで、被災地は二重の苦しみを味わっております。豪雨災害支援のための救援募金、今この場所で日本共産党の志位和夫委員長が皆様にお訴えしております。どうか募金にご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。それでは大山智子東京都議会議員団長、東京都議会議員から訴えを行います。新宿駅ご利用の皆さん、ご近所ご通行中の皆さん、商店街の皆さん、日本共産党です日本共産党です。国会議員団、そして都議団、民主青年同盟の皆さん、日本共産党、九州、そして東海、長野などをはじめ、あの前線の大雨で被災された皆さんへの救援募金をこの場お借りいたしまして行っております。テレビで見ていても本当に大変な状況、これがひしひしと伝わってきます。多くの皆さんの命が奪われました。そして未だに見つかっていない行方不明の皆さんも大勢いらっしゃいます。亡くなられた皆さんに本当に心からお悔やみを申し上げますと同時に、一刻も早く行方不明の皆さんの発見をする努力していかなければならないと考えています。私たち日本共産党、この募金、皆さんから皆さんが何か役に立ちたい、その気持ちをどうぞ募金に託していただいて、その募金しっかりとお預かりして地元の自治体にお届けしてまいります。どうぞ皆様方の お気持ちを募金に託していただきますよう心からお願いを申し上げます。皆さん、この豪雨が川が氾濫して以来、さらに連日の大雨、本当に復興には復旧には大変な時間もかかります。そして温泉地などはコロナでお客さんがなくて本当に大変な状況、そしてやっと予約が入り始めた、その時期にこの豪雨、もう心が折れた、そんな声も聞かれます。皆さん、国がしっかりと応援をする、暮らしを立て直すこと、そして生活ができるように、そして復旧できるように国が全力を尽くすことは当然のことです。だからこそ国会議員団、国会の中でも連日論戦をしています。そして同時に皆さんの本当に何か役に立ちたい、その気持ちをこの募金に託していただきますようお願いを申し上げまして、私からの募金の訴えお願いとさせていただきます。ありがとうございました。新宿駅とご通行中の皆さん、そしてお仕事中の皆さん、こんにちは。日本共産党でございます。この場をお借りしまして、志位和夫委員長を先頭にして2020年豪雨災害救援募金のご協力をお願いいたしております。どうか足をお止めになって、あなたのお気持ちを託していただきたいと思います。先ほどのニュースでも、熊本では55名の方がすでに亡くなられて、9名の方が依然として行方不明ということであります。岐阜では3900名の方々が孤立状態にある。今回の豪雨災害、九州全県をはじめとして岐阜、長野、そして東日本ということで、広大な地域に対して大きな被害が続いております。この豪雨災害で亡くなられた皆さんに、お一人お一人に心からお悔やみ申し上げるとともに、被災者の方々にお見舞い申し上げたいと思います。皆さん、この間気候変動の下で毎年のように豪雨災害が続いておりますが、特に今年の場合はコロナという下で、被災者の方々、二重の意味で大きな打撃を受けられております。コロナで苦しんでいる中で、住む家までなくなってしまった、さらには九州の旅館では、この間コロナで自粛をしてきた営業、ようやく7月1日から
再開した途端にこんなことになってしまって心が折れそうだと、そういう声が上がっております。皆さん、こういう中でやはり本当に今政治の役割、そして社会的連帯ということが今ほど大事ではないでしょうか。被災地ではとにかくもう物資も足りない、避難所ではコロナ対策もやらなきゃいけない、そのように物資もない、あるいは片付けしようにも物資がない上にコロナ対策の消毒液も足りないという状況が続いております。野党一致しながら、やはりこの被災者に対する救援、これを全力全力挙げるべきだと国会でも求めているところであります。昨日も衆議院の内閣委員会では、そういう中で日本共産党の塩川哲也衆議院議員が、政府に対してもプッシュ型の支援を強めるようにということを強く求めたところでございます。皆さん、そういう中でやはり都民の皆さん、国民の皆さん、お一人お一人が被災地の方々に本当に心痛めながら気持ちを持っていらっしゃると思います。そうした皆さんのお気持ち、救援募金としてぜひお立ち寄りになって、あなたの気持ちを託していただきたいと思います。お預かりした募金についてはすべて被災者救援と、それから被災地自治体への義援金としてお渡しするということをいたしますので、どうか皆さんご協力のほどよろしくお願い申し上げます。日本共産党です。この場で豪雨災害被災者の皆さんへの救援募金のお願いをしております。志位和夫委員長を先頭に、日本共産党国会議員団、都議会議員団、日本民主青年同盟の皆さんとご一緒に救援募金のお願いをしております。どうかご協力をくださいますように心からお願いを申し上げます。それでは志位和夫委員長が募金の訴えを行います。新宿駅ご利用の皆さん、こんにちは。日本共産党の志位和夫でございます。今日私ども共産党はこの場をお借りしまして、国会議員団、都議会議員団、そして民主青年同盟の皆さんと一緒に、豪雨災害に被災者の皆さんへの救援募金に取り組んでおります。いただいた募金は全額私どもは責任を持って被災者と被災自治体にお届けいたします。どうかご協力いただきますようよろしくお願いいたします。現地に私どもの国会議員伺いまして、現地の都組織の皆さんとも今協力して救援を始めておりますが、避難所がコロナの下で、なかなか大変な状況でございます。パーティションが足らない、あるいは段ボールベッドが足らない、消毒液やマスクも必要です。今私ども国会でプッシュ型支援を強く求めております。政府もそれをやると言っておりますので、しっかりとまずは救援のための力を尽くすことを求めてまいりたいと思います。同時に皆さん、今度の災害というのはコロナで苦しんだもとに豪雨がやってきたという二重の打撃になっております。熊本や大分で温泉地の皆さんにお話を伺いますと、コロナで観光客の皆さんが減ってしまって、ようやく、かとちょっと安堵してたところにまた豪雨が来て、こう心が折れそうだというですね、訴えがたくさん届いております。このコロナと豪雨二重の打撃から、被災地と被災者の方々をどうしても救う必要がございます。ですから私どもありがとうございます。ですから私どもですね、政府に対してこれまでやったことのないような特別の支援が必要だということを訴えておりますが、同時にですね、国民の皆様の、都民の皆様のご支援によって被災地を支えていくことが必要だと考え、今日救援募金に取り組んでおります。全国一斉に始めております。いただいた募金は全額私どもは責任を持って
被災地と被災自治体にお届けいたします。どうかご協力をよろしくお願いいたします。上智子参議院議員が募金の訴えを行います。ご通行中の皆さん、ご紹介いただきました日本共産党の参議院議員上智子でございます。今日は日本共産党は志位和夫委員長を先頭に国会議員団、そして東京都議団、そして民政同盟の皆さん揃って、今大変苦しんでおられます豪雨災害に対する皆さんの募金を呼びかけているところでございます。皆さんからいただいたこの募金はすべて現地の被災者や被災自治体の方に届けさせていただきますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。私も昨日テレビのニュースに映りました岐阜県の下呂市というところで川が氾濫をして大きく道路がえぐられている映像を目にいたしました。知り合いの人がいるので電話をいたしましたところ、国道41号線がもう通れない状況になっていて、救急車さえ通ることができない状態だと、なんとかこれは国が手を出して変えてほしいと、助けてほしいという話を訴えられました。九州の各地域、そして長野や岐阜まで含めて災害が広がっているところであります。この災害によって孤立している人たちもいらっしゃいます。いまだに行方がわからない方たちもいらっしゃいます。一日も早くこうした方々が探し出すことができるように、無事で見つかることができるようにと心から願っているところでございます。今現地の皆さんにとってやはり皆さんの心が伝わることが何より励みになると思います。ぜひ皆さんのお心をこの募金箱の中に入れていただきたい、心からお願いをいたします。新宿駅をご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。日本共産党参議院議員の山添拓です。今日はこの場所で日本共産党の志位和夫委員長、小池晃書記局長をはじめ、国会議員団、都議会議員団、民政同盟の皆さんと一緒に災害の救援募金をお願いしております。九州を中心に梅雨前線による豪雨災害が大変な被害をもたらしています。日本共産党の救援募金はお寄せいただきました全額を被災地に届け、被災者の救援と被災自治体への義援金に使わせていただきます。皆さんのお志をお寄せくださいますようお願いをいたします。多くの方がテレビやインターネットで流れてくる動画などをご覧になって、かつてない驚くべきような被害の状況に目を疑うような、そういう思いもされているかと思います。水害の被害からの一刻も早い人命救助、復旧支援が求められています。自分でも何かできないかと、こういうふうに思いの方もきっと多いと思います。しかし今、コロナの影響もあり、ボランティアもなかなか行けない、こういう状況も伝えられています。まず取り組むことができることとして、日本共産党も救援募金を集めさせていただくことにしています。少しずつでも構いませんので、ご協力をありがとうございます。お願いをいたします。新型コロナの影響で休業要請、自粛要請、なりわいが立ち行かない状況の中で、今度の豪雨災害が襲い、心が折れそうだという声があちこちから上がっています。旅館や運送会社やお土産物屋さん、農業など様々な産業で、コロナの前から消費税の増税などもあって、大変深刻な経営状況が続いていました。そこに今度の事態となっています。皆さんいずれも
自分の責任じゃない、自己責任で押し付けられるものではないと思います。災害からの復旧、その支援に政治の力が今求められていると思います。同時に今生活を再建するための支援をどうか皆さんのお力をお寄せいただき、日本共産党としても全力を尽くしていきたいと思っております。この場を借りて豪雨災害の救援募金を集めております。ご協力をお願いいたします。ご通行中の皆さん、こんにちは。お仕事をされている皆さん、雨の中お疲れ様です。日本共産党です。九州やそして本土にも本州にも広がっているこの未曾有の豪雨災害に対して、日本共産党から心から災害救援募金のお願いに伺っています。私は日本共産党衆議院議員の田村貴昭です。九州比例ブロック選出です。4日の土曜日から熊本県の芦北町、人吉市、そして大分県の日田市、福岡県の久留米市とテレビや新聞で報道されている被災地を回ってまいりました。私の持っているパネルは車が直立している人吉市の状況です。ピアノも浮き、車も流され、店も工場も冠水してしまう大被害なんです。どうか皆さん、支援の手を、ご協力を心からお願いを申し上げます。熊本県の人吉市の商店街ではおびただしい土砂が流入して、自営業の方、商店主の方、会社の事業所、みんな途方に暮れています。再建にはたくさんのお金が必要です。どうか皆さん、救援募金に被災者支援の思いを寄せてください。日本共産党の志位和夫委員長、小池晃書記局長先頭に国会議員団スタッフ揃いましてお願いに上がっています。熊本の人吉市、そして大分県の日田市、福岡県の久留米市、大牟田市、また岐阜県でも、そして長野県でも被害が相次いでいます。皆さんの温かい被災地への思いを救援募金に託してご協力いただきますようよろしくお願いいたします。そして大分のあの有名な古からの人々の傷を癒してきた天ヶ瀬温泉では、温泉旅館が壊滅的被害を受けました。再建にはたくさんのお金がかかります。私がお会いした旅館の経営者は、心が折れそうだと言っています。心が折れない対策、そして再建に希望が持てる支援策を、今日行われた衆議院の災害対策特別委員会の理事懇談会でも、強く日本共産党を求めてまいりました。再建復興には多額のお金が必要です。日本共産党は野党と協力し、被災者支援、被災者生活支援法を拡充させようと、この間頑張ってまいりました。全壊世帯で300万円、半壊世帯には応急修理代しか出ません。これを抜本的に強めたいと思います。それでも頑張って、一部損壊、水が入った床上浸水世帯に応急修理代が去年から出せるようになりました。支援策も抜本的に強化してまいります。それでも支援には多額のお金を要します。どうかご通行中の皆さん、全国の豪雨水害の被災者と被災自治体に、日本共産党が責任を持って救援募金をお届けしてまいります。ご協力ありがとうございます。10円でも100円でも結構ですので、皆さんのお志を心からお願いをさせていただき、私の訴えとさせていただきます。よろしくお願いいたします。新宿駅西口ご通行中の皆さん、こんにちは。衆議院議員の宮本徹です。今日は日本共産党志位和夫委員長、小池晃書記局長、そして党国会議員団、日本共産党都議会議員団、民生同盟の皆さんと一緒になりまして、豪雨災害の被災者の皆さんへの救援募金お願いをさせていただいているところでございます。本当に毎日流れているニュースに皆さんも心を痛められていることだと思います。
この東京からできる支援として、ぜひ救援募金ご協力いただけたら大変幸いでございます。日本共産党今全国各地で津々浦々で被災者の皆さんへの救援募金に取り組まさせていただいているところでございます。残念ながら私たちのこの国の被災者の支援制度というのは大変貧弱で、住宅が全壊しても最大300万円しか出ません。災害救助法で浸水被害に対しても50数万円しか支援が出ないというのが貧困な支援制度の現状でございます。私たち政治の場で被災者の生活再建、なりわい再建のための支援をもっと拡充させるために戦っていきたいと考えておりますが、同時にこうした支援の制度の枠組みが貧弱なもとで、これまでの多くの災害でも国民の皆さんから寄せられた救援募金が市民、現地の皆さんの被災者の皆さんの生活を支え、なりわいを再建し、さらにはインフラの再建にとっても大きな役割を果たしてまいりました。私たち日本共産党、災害が起きるたびにいつもこうやって募金をお願いさせていただいております。いつも全額被災地の自治体の方、被災者の皆さんの方へ届けさせていただいているところでございます。ぜひ救援募金へのご協力を心からお願いを申し上げさせていただきたいと思います。里吉由美東京都議会議員から、募金の訴えを行います。よろしくお願いいたします。雨の中ではありますが、どうか足を止めていただき訴え聞いてください。そして募金にご協力をくださいますように心からお願いを申し上げます。新宿駅ご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。日本共産党でございます。今日は日本共産党国会議員団、東京都議団、民生同盟、そして共産党のスタッフ揃いまして、この場所をお借りいたしまして、豪雨災害の救援募金取り組ませていただいております。皆様の大きなご協力心からお願い申し上げます。私も連日テレビの報道を見て本当に胸を痛めている一人です。かつてない災害、毎年そのような言葉が繰り返されてきましたけれども、本当に今回の豪雨災害、九州、そして九州だけではありません、西日本も、そして長野などでも今被害を拡大中、これどれくらいの被害になるのか、まだ全容がつかめない事態です。コロナの中で私たちも大変な生活を強いられてきました。コロナ禍での被災、コロナの中でもし災害が起きたら避難所はどうなるのか、そういうことも考えなければいけないと議論が始まっていた矢先の今回の豪雨です。残念ながらコロナの中でどう被災者の方々の避難所生活を支えるのか、まだ十分な準備ができていないのが実態です。ですから私たち日本共産党は国に対してしっかりとした支援を強力に求める、東京都などに対しても強力に求める、そういった政治の責任をしっかり果たすことを行いながら、同じ災害大国日本に住む一員として、この被災者の皆さんに、豪雨災害で今苦しんでいる皆さんに少しでも力になれる募金を送ろうということで取り組んでおります。昨年はこの東京も台風19号で大変な被害を受けました。今起きている豪雨災害に比べれば本当にまだまだ被害は小さかった。それでも私の地元世田谷区では保育園が丸ごと水没しました。病院も水没しました。本当に水害というのがいかに恐ろしいかということ、この東京でも体験しました。今本当にこれからが大変です。まだ行方不明になっている方もいらっしゃる。皆さんがご無事で見つかることを祈りながら、皆さんの救援、皆さんの生活をどうやって支えていくのか、これから私たちが力を合わせていく時だと思います。
ぜひこの救援募金に多くの皆さんのご協力を心からお願いいたしまして、私の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。それでは C 和夫委員長が募金のお願い訴えを行います。どうか足を止め、そして募金にもご協力をくださいますように心から。新宿駅東口をご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。日本共産党の C 和夫でございます。本日この場をお借りしまして、日本共産党国会議員団、都議会議員団、日本民主青年同盟の皆さんとご一緒に豪雨災害の救援募金に取り組んでおります。皆様からいただいた救援募金は全額私どもが責任を持ってありがとうございます。被災自治体、被災者にお届けいたします。どうかご協力をよろしくお願いいたします。コロナの下での豪雨災害、現地は大変です。私ども現地党組織と力を合わせて救援活動を始めておりますが、避難所に行きましてもパーティーションが足らない、あるいは段ボールのベッドが足らない、消毒液やマスクの問題、さまざまな問題点が出てきております。私ども政府に対してプッシュ型の支援をしっかりやってほしい。昨日の委員会でもこの問題提起をし、政府もしっかり答えると言っております。ぜひまずは救援のために力を尽くしたいと考えております。同時に大分でも熊本でも温泉地が大きな被害です。温泉地といえばこれまでコロナで休業を余儀なくされ、ようやくこれでお客さんを迎えられるかと思ったら、そこに豪雨災害が来たということで、二重の打撃で心が折れそうだという訴えが届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。救援募金に取り組んでおります。よろしくお願いいたします。コロナと豪雨災害、二重の打撃に苦しんでおられる被災地をみんなの手で救おうじゃありませんか。国の制度ももっとしっかりとしたものにしていくことを私たち求めますが、しかし私たちでできることは、この東京でもできることは救援募金ではないでしょうか。どうか皆様の心を募金に託していただきたい。私どもの責任でいただいた募金は全額被災地、被災者、被災自治体にお届けいたします。どうかご協力をよろしくお願いいたします。全国で今日から取り組んでおります。ぜひ被災地に皆様の心を届けていただきたい。重ねてお願いをいたします。日本共産党この場で募金の訴えをさせていただきました。ご協力をくださいまして、いただきまして本当にありがとうございました。募金は全額被災地、被災自治体にお届けをいたします。